夏の暑さに中国医学の理論で打ち勝つ。暑い。ウフ君暑いですね。体調は大丈夫ですか？先生こんにちは。実はこの前軽い熱中症になってしまって。あらら大変。もう大丈夫ですか？だいぶ良くなりましたが、この暑さ怖いです。そうですね。でもきちんと理論を把握しておけば適切な対処もできますよ。今日は夏の暑さがどう体に影響するかを詳しく解説しますね。熱中症の対策法も今までの動画でも上げてますが、おさらいしましょう。ありがとうございます。夏は暑さによる熱のエネルギーが体の中に入ります。太陽に当たると草木がぐんぐん伸びたり成長するように、人間の体も外に向かうエネルギーが強くなるんですね。そうすると頭に血が上り、汗がかける人は汗でそのエネルギーが出ていきます。汗は血液なので体内の水分や血液も出ていくことになるんですね。もし外で活動している人が大量に汗をかくと、体内の水分や血液が減り、これ以上出ていく水分がなくなる。となって脱水症状を起こし、熱中症になります。それそれ、外で活動してて、たくさん汗かきました。水分補給をしっかりしないと危険なのはこのためですね。水分補給は本当に大切。でも逆に、汗がかけなかったらどうなるでしょうか？体内に熱がこもって出ていかないです。そう。それもとても危険ですね。体内に熱がこもって熱中症になったり、目の充血や鼻水として出口を失ったエネルギーが外に出ようとすることもあります。また毛細血管で止まってしまうと急性くも膜下出血とか眼底出血なども引き起こします。怖い。対処法を教えてください。根本的な対処法は汗をかける体にすることです。汗をかける体作りは何度も動画で教えてもらいました。そうですね。しっかりと血液を流して皮膚を開き、汗をかける体にすることが大切です。食事ももりもり食べるのではなく、菜食中心に適切な運動、マッサージ、アロマを使うのも効果的ですね。これらをしていても体に熱がこもってしまって熱中症の症状が出てしまった場合はクールダウンが必要となります。純粋に体を冷やすんですね。はい。一番理想的な方法は汗をかかせて気化熱で体を冷やすことです。ここでも汗、なかなかかけなかったらどうしたらいいですか？その場合は濡れタオルでおでこや顔を冷やしたり、冷水で顔を洗うのもいいですよね。この方法でも気化熱で熱交換しながら蒸発させて体をクールダウンできます。もしくは首の頸動脈を氷などで冷やすといいですね。頭に上ろうとしている熱を冷やすことができます。なるほど。氷を頭に当てるのはダメなんですか？氷を頭に当てると表面は冷えるけど体内の熱までは取りきれないんです。体がしんどいままで吐き気などにもつながってくるんで、ちょっとおすすめはできないかもしれないですね。あとクーラーの効いた部屋でクールダウンも同じ原理でおすすめではありません。先に表面を冷やしてしまうと皮膚が固く閉じてしまい、体内の熱、余計にこれが逃げられなくなってしまいます。頭痛やめまいにつながることもありますね。これが室内での熱中症の原因ですか？そうですね。特に汗がかけなくて手足もむくんでると要注意です。むくみで出口が塞がっている上にクーラーで皮膚が冷え固まると余計に出口がなくなっちゃって、体の中に熱がこもり頭に熱が上って熱中症になりやすいです。めまいやこみ上げる咳、吐き気、それからヘルペスとか帯状疱疹にもつながってくるんですね。やっぱり汗をかける体にすることは大切なんですね。そうですね。夏はデトックスの季節でもあるので、しっかりと皮下脂肪を溶かし皮膚を開き、余計なものは汗でデトックス、熱中症対策になるので一石二鳥です。まだまだね、暑い日が続くので夫婦君もしっかり対策してくださいね。わかりました。ちなみに熱中症になってから食欲がありません。あまり食べなくても大丈夫ですか？もちろんです。体が要求してないので無理に食べなくてもいいですよ。汗を流すために末端まで血を流そうとしているので
胃に血液を送らないようにしてるんですよね。だから食欲が減退します。それに食べた分だけ体内に熱を生んでしまうんですよ。それでなくても体の中に熱がこもっているのに。だから食欲がなかったんですね。体ってすごい。そうなんです。そもそも食事は気血を作るためのものです。元気の気、この気は夏のエネルギーによってすでに体に十分にあります。血や水分を補うもの、これを取るぐらいで十分です。例えばほうれん草とかブルーベリー、夏野菜とかもいいですよね。わかりました。食事も気をつけます。はい、ではフーフー君、今日のまとめです。夏の暑さと体の関係について。暑さによる熱エネルギーが体に入ると、汗として熱が出ない場合は熱中症のリスクが高まります。汗をかきやすい体にするために皮膚をしっかりと開き、外に押し流すことは必要です。クーラーの部屋にいると皮膚が硬くなってしまって閉じてしまうので要注意です。詳しくは概要欄の動画を見てくださいね。また汗をかけても適切な水分補給しないと脱水症状から熱中症を引き起こすこともあります。まだまだ暑い日が続きます。セルフケアをしっかり補い、暑い夏を乗り切ってください。ありがとうございました。もっともっと勉強しなきゃ。みんなニコニコ、注意が笑顔の処方箋。